は顔変わりますよ。28年前行ってきました。いいじゃん。おお。ウィンカーちゃんですよ。クリアウィンカー、ウィンカー、これは顔変わりますよ。私これ純正部品じゃないんでね、クリアなんで、うん、ただ今ね初めて開けますが大丈夫そうですかね。そう、ちょい傷です。ただ水入りませんって書いてあったんで信用します。シーリングいいかな。そうだろ、下手にやんない方がいいでしょ。本当ですか。ここはもしかしたらちょっとクリア塗ると目立たない。うん、あとは全部大丈夫そうですね。こちらになります。よいしょ。じゃあ最終量目立たなくて。バンパー外すのにこんだけのネジを外さないと外れませんでした。うん、じゃあ外しちゃおうか。普通は型紙が売ってるらしいの、これと一緒にセット。その型紙をまずここに貼って、1,2,3,4,5、あ、これ取れないんじゃない。文字目だからね。ご覧の通り、フロントスポイラー無事到着しました。フロントスポイラー全然違う。
わー28年前行きましたわ。じゃじゃん。これよく見るとね、グリル、まあ、レクサスのグリルっていうのは分かるんだけれども、この上のフレームもゴールドなの分かりますかね。これをね、これ2つね、まあ、ちょっと薄い感じのゴールドと濃い感じのゴールドなんですけど、なんとこれ視聴者さんからですね、元 LS400 乗られてた方からですね、ぜひ使ってくださいっていうことでいただいちゃいました、このゴールドグリルをね。すごいよね、これすごい高級品。期間限定でこのゴールド仕様のグリルをつけようというふうに思ってます。エンブレム類も全部ゴールドに塗装しました。ここでこのシリコンオフを使って脱脂ですねしていきます。このホイールのキャップのところまでゴールドというのはなかなかいないんじゃないかなと言われましたので、このままつければはめ込めばドンピシャなんですよね。いいじゃないですか。いいね。場所が決まってるので楽です。さあどうですか。いいじゃん。入れていくだけ。ここゴールドって見たことないよね今まで。入れていく。すげえ。かっこいいじゃん。どうですか。俺はありだと思います。これは大丈夫。すげえ。治った。30年前のやっぱ接触不良治りました。すげえ。何でしますはい、なんでこうか全然違う。うわ28年前行きましたわ。はい、アップダウン、アップダウンする。はい、わかりました。はい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 、アップ。もう一回ダウン、アップ、アップのまんま。下げて、ちょっと下げて、上げてくれる。はい、そういう感じ。上げて、はいはい、来た。はい、OK。 とりあえず出た。で、もう一回下げて。はい、もう一回上げて。上がんないね。入ってない。もう一回下げて。もう一回ちょい、はい、もう一回ちょい下げ、上げ、ちょい下げ、上げ、もうちょい、はい、上げて、ちょい下げ、上げ、ちょい下げ、上げ、ちょい下げ、はい、ちょい下げ、上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 げ、これで一回エンジン止めてくれる？はい、じゃあもう一回エンジンかけてください。はい、下げてください。上げてみて、上がんなくなってる。じゃあ上がんない。もう一回上げて、はい、下げて、上げて、下げて、上げて、下げて、上げて、はい、下げて、上げて、下げて、上げて、もう一回来た。上がった。引っかかってる。なんか引っかかってる。一回、一回出してみて。もう一回ちょっと下げてあげて、ちょっと下げて、ちょっと下げて、もうちょいちょっと上げて、ちょっと上げて、下げて、はい、ちょっと下げてあげて、はい、もうちょっと、はい、ちょい、はい、ちょい上、ストップ、
ょっと待ってね。はい、ちょい下げて。下げて。下げちゃっていい。はい、上げてみて。やっぱここまでしか上がんない。ダメだね、多分。下げちゃおう。はい、OK。閉まった。閉まりました。とりあえず。とりあえず。これで。なんだろうな。なんか引っかかってる感じですね。引っかかってる。で、別に壊れてるわけじゃなくて引っかかってる。これ関係なさそうですよね、うん、あんまりね。これはまあ直しますけど、これはね、はい、ネジで締め込んでこう両脇のプラスチックがこうやってなってかしめてる、うん、でネジで締めていくとかしめていくから抜けないようになってる、はいはい、でもそれが抜けちゃうってことはやっぱこれがあんまよろしくはない、ね、うんうん、それも多少関係してる、うん、どんなん出てくるか。動きません。何これこういって、おお、出てくる出てくる。おお、あと固定するのはこれなんかタイラップかなんか止めちゃえば固定になるし。ありがとうございます。はい、お願いします。おお、いいですね。よろしくお願いします。